平成23年3月26日兵庫県交館にて地域再生大作戦第3回元気交流会が行われました。兵庫県では地域の自主的主体的な取り組みによるにぎわいづくりや農業の振興、定住や移住の促進などの地域再生事業を支援しており、この交流会は都市住民、企業などと地域集落の交流を結ぶきっかけづくりの場として開催されました。第3回目となる今回は兵庫県下から31の集落が参加しました。会場では各ブースに分かれて参加者や地域の取り組みを説明したり、特産物を振る舞ったりしながら積極的に交流が行われました。兵庫県知事も交流会へ駆けつけ、ブースを訪れ地域集落の声に耳を傾けていました。活動事例発表では活発に活動を行っている4集落が取り組みなどを発表しました。私たちが気づかなかった地域の良さ、外部の方から教えていただきました。そして生まれ育った郷里にプライドを持って今取り組んでいるところでございます。20年以上も放棄しとる田んぼを再生して野菜を植えました。条件は絶対に農薬を使わない。おかげで、去年は全然こう足らんほど売れたわけですけれども、矢花山小樽村というまちづくりの団体を立ち上げました。小樽ウォークという形で小樽を皆さんに見ていただこうということで誘致をしたり、各個人が明延べに残したいもの、財産、宝は何だろうということを一つ考えました。でもう一つは、この明延べで生活する上で何が必要なのか、何が困っているのか、どうすればいいんだろう。活動発表の後、集落サポーターの体験談や参加者との意見交換が行われ、会場は熱い空気に包まれました。地域づくりの輪はこれからも広がります。